はい。えー、どうも、吉谷です。えー、今回はですね、ドリームアカデミアの YouTube で稼ぐノウハウ、うーまあ、トレンド動画についてここで講義が、ここですね、YouTube で稼ぐノウハウの、ここにですね、えー、動画の方これ、追加しました、こちら。えー、ルール変更後の YouTube の運用方法についてということで、えー、ドリア化成の中でトレンド動画をやられている方はですね、ぜひちょっと見てください。はい。 まあこの動画でも言ってるんですけれども、えー、今回ルール変更がありましたでどういうルール変更があったかっていうと、まあ、動画でも、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないんですけれども、えー、YouTube のチャンネルの総再生数が1万以上じゃないと広告が表示されないよと いうような、えー、ルール変更がありました。はい。はい、こちらですね。これがまあ大きなルール変更なんですけど、まあ、これを、まあ、ルール変更があったっていうことなので、これを加味してですね、今後のその YouTube のトレンド動画についての考え方、そして運用方法について、こちらお話ししてますので、 そのどういうふうに YouTube の方を運用していけばいいのかっていうところそこがまあ濃いところで話してますので、まあ、ここの考え方ですねえこちら必ずえ YouTube のトレンド動画、まあ基本 YouTube やってる人はですねこれを必ず見るようにしておいてくださいはいこれ必ずです必ずよろしくお願いしますはいでまあ基本的にですね YouTube のこの、まあ、結論ですね結論 結論、えー。トレンド動画はあまだ稼げるというのがまだ結論です。今現状ですね。はい。ただ、その、ジャンル的に、あの、ちょっと扱っちゃいけないようなものもありますので、そういうのも言ってます。はい。で、トレンド動画はまだ稼げますので、えー、やり方ですか。考え方とやり方。考え方と、 やり方ですこれをしっかりとぶち込んでやらないと難しいかなと思います今後、はい、考え方ややり方はいで、えー、ここでここの講義ではその今後 YouTube どういうふうにもうそもそもまあ Google とその、えー、関係広告主と Google の関係性だったりとかそのどうやって YouTube がもうそもそも YouTube の本質ですよね そういうところもお話ししていますのでここを見てください,、はい。よろしくお願いします。で今後、まあえー、まあ今回ルール変更こういうふうにあったんですけど、まあ、今後もですねなんか YouTube に関しては多分おそらくですけど、えー、どんどん厳しくなってくるんじゃないかなっていうのがまあ予測されます今後。で、えー、それに対して対策ですよね対策どういう対策をしていけばいいのか。 どういう考え方で、まあ、YouTube に取り組んでいけばいいのかについては、まあ、今回動画の方を追加しましたけどまた大きなルール変更等ありましたら僕の方で見解などをこう講義の方を作っていきますので、まあ、その講義を見ていただいて、まあ、そのトレンド動画の方をやっていただければなと思います。であ まあこれは具体的にね、まあ、YouTube が決めること Google が決めることなんでわかんないんですけれどもまあ厳しくはなってくると思いますその前はいけたけど <laughs> すいません前はいけたけど今はちょっと難しいとかねそういうのは出てくるますだからそこの部分に関してはその考え方運用の仕方っていうのを考えて是非やってみてくださいで実際に今 YouTube でえー、っとですね まあこの前実際に報告いただいたんですけど、まあ、これはえ動画の方載せています、はいまあ、実際にその熟成さんの中で YouTube やられてる方いらっしゃるんですけれども、まあ、結果報告見ていただければわかると思います、えー、結果報告がですね ここで、えー、と結果報告があいつもライブ放送を見ていただいているヒロアさんという方いらっしゃるんですけど、まあ、翼さんですね、えー、3月の YouTube の収益が2万を超えましたということで、えー、2万いきましたと、まあ、基本的にトレンド動画の方をやられてますけれども顔出ししてません でまあこんな感じでえっ、ー、と収益も、えー、いただいております。あの収益というか結果報告ですね。あと <laughs> これも最近いただいたやつなんですけれども、あちょっと待ってください、ね。自分で作ってみませんか。ウィックスなら素敵なホームページを簡単に作成で。 えとこれですね。700円から4500円まで伸びましたということで、えーまあ、この熟成さんはですね、トレンド動画もやりつつ、トレンド動画もやりつつ、転売の方もやっています。はい、で、まあ、まあ、あとちょっとで、そのあれですよね、えー、ネットビジネス5000円稼げないっていう人を超えます。はい、超えます。で、実際にですね、えっ、ー、と、<laughs> すいません。えーと どこだったっけな画像も、スクショもいただきました。えー、今、アド先生こんな収益上がってますよってスクショもいただいております。はい。<laughs> なので、まあ、稼げないってことはないので、えー、やっていただきたいなというとこです。まあ、トレンド動画ではですね、あのー、まあ、基本的にスクロールして、コピペして、こうやっていくっていうだけなので、まあ、コンテンツを作る上では簡単かなと。で、作り方に関しては、 まあここでバーって全部やってますので、まあ、ここはぜひですね、えー、見てやっていただければ大丈夫です。<laughs> すいません、ちょっと風邪ひいて席がちょっと止まらないんですけど、<laughs> はいまあ、やり方はここをちょっと見ていただければなと思います。はい で、えー、今現状としてトレンドをやられている方は、まあ、必ずこちらを見てください。まあ、現状として熟成さんからもですね、収益上がってますという報告もいただいてますので、まあ、安心してやっていただきたいというところですね。はい、では、えー、今回の、えー、講義の追加しましたというお知らせの動画はこれで終わりたいと思います。えー、ご視聴ありがとうございました。